海と日本プロジェクト。11月1日から8日は東大ウィーク。東大の魅力を体感できるイベントや各種キャンペーンが全国で実施されています。あちらに見えますのが越前岬のシンボル、越前岬灯台です。昭和15年に点灯、越前岬灯台。高さはおよそ16メートル、福井県を代表する白亜の灯台です。このレンズはフレネルレンズといって、リング状のプリズムを重ねた形になっています。このレンズによって灯台の光を遠くまで届かせることができます。そしてこのレンズ全体が30秒で1回転することによって、遠くから見ると15秒に1回光っているように見えます。水仙畑の中に立つ灯台を見ることができるのは日本でもここだけです。冬、灯台の周囲に咲き誇る越前水仙。降水量が多く、日当たりの良い肥沃な大地が広がる越前海岸は、水仙の日本三大群生地の一つに数えられています。水仙の花の見ごろは12月中旬から2月下旬ごろまでです。今最初の花が咲き始めたところです。今水仙ランドの展望台の上に立っています。ここから眺めると、水仙の季節には花に囲まれた灯台を日本海をバックに眺めることができます。青い海をバックに、水仙の花の白と灯台の白さが引き立ちます。水仙と灯台を楽しみにぜひいらしてください。海と日本。